おお疲れ様、先輩そのこれの飲み物どうぞええー、っと堂々としろなんて言われてもそれができたら苦労しないしああ相変わらず先輩厳しい私よりこんなにちっちゃいのに本当のことじゃん それより先輩今時間いいあえっと全然その大した用事じゃないんではいここじゃなんだしちょっとだけこっちにこ,これでよし多分誰にも聞かれないあ,あう,うんできれば周りには聞かれたくないから その先輩は覚えてる私との約束昔したよね忘れたなんで私はちゃんと覚えてるのにまあいいけどいやよくはないかせっかさないでよちっちゃいのにうるさいその もうすぐ部活引退するよね先輩それで高校卒業までに私の身長を貸せなかったら恋人として付き合うって約束したよね嘘ちゃんと覚えてるしほら昔の日記にだって書いてあるスマホアプリの日記だけど約束守ってくれるよね 約束は約束だしわかるよもう先輩の身長は伸びない卒業まであと半年だし伸びても私を向くのはどう考えても不可能だしだから無理だってもう諦めて私と付き合ってよお願いだからだ,だってもう待てないしそれに先輩 最近よく女の子から狙われてるし自覚ないんだ最低鈍感女の敵やっぱりうるさいからお口チャックしようまずは押し倒してぬ <laughs> ああ,あごめん、はあ当たった ファーストキスなのにもう一回やり直すからじっとしてて <laughs> やっとうまくいったねえ、むぎゅどうこうやって体をしつければ 抵抗でできないでしょ先輩は私より圧倒的にチビだから <laughs> おっぱいで押しつぶされそうになってた苦しそうけどそんな先輩もかわいいねえ先輩私ねずっと昔から先輩のこと好きだったでかいだけで何の取り柄もなくておどおどするしか能がない私を ちった激励してくれた。俺よりでかいんだからおどおどすんな。堂々としてろって。先輩に認めてもらえたあの日から、私の世界が変わったから。小さいのに勇敢な先輩は私の憧れで、私なんかよりずっと大きな背中だった。先輩の隣にいる資格があるかどうかも考えたけど。 堂々としてろって先輩の言葉を信じてここまで頑張ってきたの。うん。先輩と同じ高校、同じ部活に入ったのはそのためう。う、運動音痴だから部員じゃなくて、マネージャーだけど。でも、最近は先輩。他の女の子と仲良くしてるし、このままじゃダメだって、先輩が遠くに行っちゃうって。 だから今日は。ダメ。先輩が遠くに行くのはそんなの。そんなの無理。耐えられない。無理だよ。女の子体制がない先輩なんて誘惑されたらイチコロだし、今までは身長が低くてモテにくかっただけだし。も、モテてるもん。先輩は女の子を甘く見すぎなの。 女の子は本気を出したら怖いんだから。その前に、私が、先輩と、既成事実作ってしまおうって、そうするしかないから。コミューだけど、頑張るから、先輩のためならどんなことだって。身長は上げられないけど、愛ならいくらでも上げられるから、絶対一緒にいよう。 先輩